2014年の大東文化大学スポーツ健康学部という形で、まあ、語法だったり意味だったりで国語彙問題と言われるやつ、まあ、簡単な基本的なものですね。ただ5択になってますので A から E まであるので、グラグラコメント欄でいっぱい来てね、本当に大変だ。ハローで始まりました、もちゃちゃんです。さあ今回はですね、まぁ、ちょっとねコラボ動画5本ぐらい撮った後でちょっと散らかってますが、さあ2014年の大東文化大学スポーツ健康学部の問題に挑戦したいと思いますね。捨てハゲというね、あ間違えた、解いていきたいと思いやーす。はい、まあ、捨てハゲという素晴らしい YouTuber の解いた問題ということで、彼が入った年の問題を解いていきたいと思います。どんな感じになるか全く分かりませんが、まあコントチックになる場面もあると思いますが、それ分かってくださいね。もうなんかジョークが分かんなくてすぐに燃えてしまうチャンネルになってしまいましたが、さやっていきたいと思います。はい、1時間だったかな、多分13ページあるんですね。はい、では解いていきます。やっていきます。さあ時間計って、 Let's start.長文があって、会話穴埋めかな、穴埋めも何パターンか、まあ、とりあえず空所補充やっていきましょう。共通語補充ね。あれ次は1個になった。文法問題かな、こっちが。Hi there! だって。ということで14分2秒という形になりました。じゃあどんな問題だったのか見ていきたいと思います。せっかくなんで皆さんが見てもわかるですね。まあ、まずは共通語補充に行きますかね。まあ、様々な品詞が片っぽだけだったら OK だけどっていうのが結構あった気がしますね。最初の方がもう間違いないよね。Mistake A4B と名詞の It's a mistake too っていう形で Mistake で、次が、ディナーテーブルを片付けるって、まあ、クリーンとクリアとかあるけど、次は It is clear that なんで、もう一個に絞られると。で、次は、まあ、help oneself to 食べ物っていうイディオムと、もう一個が cannot help ing ですね。なんで、できなきゃいけないかな。次が he was sent to a 何々 office で、まあ、ここだけだったら選べないけど、次の he cut a branch of the cherry tree、ね、桜の木の枝を切ったので、枝としてのブランチ。次が the なんとかでいいですね。もうこれだけでは選べないけど、次が on the other hand なんで、the other day 先日と on the other hand って感じ。まあそこまで難しくないですけど、ちゃんと引っ掛けは用意されてるって感じかな。で、次が空所補充の語彙問題。最初が he missed でね、あーこれがなくて寂しいよーってね、ホームタウンのサニースカイが。次が I need to pay off my credit card debt、 借金ですね。次が When you first study economics, you need to learn a large amount of new vocabulary ですね。はい、large amount of と使っているので、large amount of と使えるのでこれでしょう。amount of behavior とか言わないし、teachers, countries, books は加算名詞でついてますから集合名詞の vocabulary でしょうね。次が It's likely to rain ですね。はい、be likely to do ね。で、I cannotDeny it any longer ですね。会社の金盗んだっていうのもう否定できませんってですね。という形で、まあ語法だったり意味だったりで解く語彙問題って言われるやつです。で、12番が文法問題ですね。最初が比較の対象 the height とやってるので the height of the sky Tokyo sky tree is much greater than that of Tokyo tower っていう、比較の対象 height と height なんで that。で、次が、I got my car cleaned ですね。いわゆるしてもらう
ってやつね。の get の語文形。次は treat him as an adult ですね。treat A as B ですね。A を B のように扱う。で、I could remember where we first met and なんて否定で受けているのね。neither could he ですね。まあこれよく出ますね。未だにすごいいろんな大学で出題されます。When I had dinner with Tom, I was angry at で、at が前置ですから、後ろには SV 置けないんで、D の his speaking ですね。はい。同名詞に未上の称号がついた形。for speaking だと前置詞ついちゃってるからダメですね。次は、I heard out your coffee is very nice. I'll try some, although I had なんとか。just 30 minutes ago ですね。だ別のコーヒーを飲んでいるので、one ですね。はい。まあ、加算名詞として使ってます。it にしてしまうと全く同じコーヒーになっちゃいますからね。で、次。が、後ろにプラン来てる。名詞置いてるから、whatever plan we make ですね。で、次は、the dog saw, dog 自体を指して、dog saw itself reflected ね。はい、再期待名詞。で、次は、American place names ね。具体例から、such as。まあ、もしくは、like 単体で置けるけど、like 単体はないと。で、次が、until が来てて、時条件の副詞ですの中では、未来のことでも現在形だから、D の場合を選ぶっていう感じです。はい。もちろん、どれも基礎的なものだったと思いますね。で、Hi there から始まる会話問題。どこでショッピングしてるとかも簡単だし、セリフもそれぞれ簡単ですね。割引してるよとか、日本だったら高えよとかですね。試着室の話してるから試着していいですかとか。どう ?How does it look? とかね。非常に簡単な表現ですね。ジャケットだけ買うよーんって言って。で、内容位置はほとんどついてないんだな。まあ簡単な基本的なものですね。ただ5択になってますので、A から E まであるので、その辺がめんどくさいんじゃないかなと思いましたね。長文の方は意外や意外ですね。物語文でしたね。物語文を解いてたんですね、捨てハゲ。まあこれも E まである5択なので、めんどくさいっていう形だと思いますが、まあ基本的な内容ですし、まあ短いですね、非常に文章が。なんで短い分、一段落に問題の数が多い。なんか第一段落で3つ、第二段落で3つずつぐらい問題、内容1解いていかなきゃいけないので、非常にめんどくさいと思います。で、きちんとやっぱり書いてある言い換え表現も出てきてますね。なんか with little change とかっていうのが almost the same とかっていう風に言い換えられてたりとか、without a care completely free とかっていうのがね、relaxing とかになってたりとか、非常に基本な問題としてはいい問題だったと思いますね。今、まあ、ノット問題があるので、ちょっと消していくのがめんどくさいとかね。読みにくい場所も結構あります。物語文の方が難しいですから、やっぱり基本的には。だここどういう意味なんだろうなって思うところはあると思います。おそらく、まあ、受験者読めないだろうなっていうパートがありますが、まあ、そこは全然問われてません。あんま関係ないんだなっていう感じで。そこが分からなくても解けるようにできてるし。まあ、びっくりしたよね。子供がこう、ジャンプして川に落ちちゃって、みんな死んだと思ったって言って、実は生きていましたみたいなね。へえみたいな。そんなオチなのみたいな。みんな笑って、みんな泣いたみたいな感じで終わってますけど。はい、もう当然問題としてはまあ基礎的なものが多かったと思います。まあ全問正解できるんではないかと思いますね。で、まあ共通テストより簡単かな。センター試験と比べてもセンター試験よりは簡単っていう感じだと思いますね。まあそんなに偏差値が低いわけでもないですから、エフラン大学の定義が結構ね、むちゃくちゃになってたりしますけども、はい、といった形でやってみました。ね、またこういうのやるとさ、大東文化をバカにしてるとかさ、中央バカにしてるとか、全くそんなこと思ってないのに、簡単簡単言いやがってとかね、本当にもうぐだぐだコメント欄でいっぱい来てね、本当にまた。あれだ思ったより動かなかった、これが。もっと、ガーンっていくかと思ったら、全然動かなかった。今のとこちゃんと3年になるかな。表情ちゃんとできたかな。はい、わかんないですけど、はい、という感じでやってみました。小説っていうのは意外でしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ぜひ高評価チャンネル登録してください。